おはようございます、金ちゃんです。今日の動画は金ちゃんブランド野菜第2弾です。今年は金ちゃんのブランド野菜6品に力を入れて生産販売をします。そしてそれを動画にしてアピールをします。今回はズッキーニです。昨年は1日に151本もズッキーニを販売した日もありました。今年は定食本数も増やして、さらに販売し、ブランド商品を確かなものにしていきたいと考えています。有機土壌も今年で6年目です。今年もバーク、堆肥、微生物を投入し土にすき込んで善玉微生物を増やし良い土壌を作っていきます。金ちゃんの作った有機土壌はふかふか土壌で悪玉菌も少ないので病気に強く、土壌は保湿性があり野菜は土からゆっくり栄養と水分を吸収するので美味しい綺麗な甘みのある野菜に育ちます。大きさも 1.5 倍にも育ちます。今年のズッキーニ作りは一畝幅を昨年の 1.5 倍にして水はけを良くし、根の張る面積を増やしました。2、4店舗で販売を予定していますが、チャンスロスを出さないように十分な生産量と供給体制を整えていきます。3比較的商品の販売数の少ない時期に、作付けし、売り場の商品の品揃えをします。4若い主婦のお客様をターゲットに食べ方の提案にも力を入れていきます。5AI や動画を作った宣伝活動にも力を入れます。僕はズッキーニは大好きです。特に、簡単酢につけたズッキーニのピクルスが気に入っています。僕の信者客や将来の信者客様にかねちゃんのズッキーニをぜひ食べていただきたいと思います。そんなズッキーニは旬の駅で販売をしています。6月頃から7月末頃までの販売します。ベルにプチしてチャンネル登録よろしくお願いします。